シャロム教会での礼拝、そして皆さんとの交わり、それを本当に感謝しながら過ごした一年でありました。新たなまた一歩を踏み出すときですね、神様が私にさらにどんな良いことをしてくださるのかなと思いながら、まあ、期待ももちろんしています。さまざまなシーンで司会と奉仕を与えてくださいましたから、明かしする中で、結婚のことや子供を生まれたこと、そして、喜びだけではなくて親が召されたこと、あるいは認知症になったこと、うつ病になって入院したこと、さまざまなシーンをですね、本当に皆さんともに一緒にできたこの30年の歩みを心から感謝したいと思います。喜びもあります、悲しみもあります。でもそれらの中で全てイエス様みたいな中にあって支えられて生きてこられたことを心から感謝します。いつも喜びの生活の中で歩めれば感謝ですけども、なかなかそうではない、ある人にとっては苦しみの中に今いらっしゃるかもしれません。でもそのことはですね、大きなチャンスです。イエス様では大きなチャンスです。もし私たちが私たちの力で生きていけるんだったら、神様はある意味はいらないかもしれません。でもそうではないんです。私たちの人生を通して神様がいつもあなたともにいますよ、私があなたを支えているよ、本当にですね、その気づくチャンスが私たちの悲しみであり苦しみかもしれません。イエス様に目を向けるこの礼拝の一時を持ってまいりたいと思います。この賛美をですね、どうぞ心から一緒に心合わせて捧げていただければと思います。気づかなかったイエス様の愛にずっと愛されているイエス様にもう私は一人じゃない、主よあなたがいる。気づかなかったイエス様の
にイエス様があなたを愛してますよ、私もあなたを愛してますよ、少しですね
周りの方々と握手を交わす、そして本当にお互いを祝福し合う、愛し合う、挨拶する時としたいと思います。感謝します。感謝します。それでは続けてこの賛美をイエス様に捧げてまいりましょう。イエス様に共におられる、イエス様が共におられる、イエス様が共におられる、イエス様がこの場所におられる。イエス様に向かって私たちは心からの礼拝、真心の礼拝、私たちの内側から溢れる思いを主の前に捧げてまいりましょう。キリストの血によって回復が与えられ、首都の壁取り壊された。聖書に近づきましょう。十字架のあがない我が罪のため惜しまず捧げた子羊主
主に捧げましょう。感謝します。感謝します。目をつぶって感謝します。と心の賛美を捧げましょう。感謝します。感謝します。感謝します。先週週間の感謝を捧げましょう。皆さんできます。アメン。必ずできます。神様が共におられるからできるのであります。アメン。信じますか？信じますか？隣の方々にどうぞ、できるぞと、私たちはできますよと言ってください。アメン。はい、いや、連休の後の礼拝いいですね。もうみんな
あのストレスから解放されているのでね、普通はね1週間ずっと叱られながらこう仕事をしてもういっぱいストレスが溜まっていて、礼拝に来るとかなり沈んでいる。ワシップチームは大変ですね。もう沈んでる人をこう引き上げなければならないので大変ですけれども、もう連休の後の礼拝はいいですね。明るくてね、軽くてもうみんな喜び、ストレスフリーですね。もう本当に幸せいっぱいであります。いや、私たちの神様は奇跡の神様であります。生きとられる神様であります。もう素晴らしい祝福をいっぱいいっぱいいっぱい連休の時にもまた普段の日でも与えてくださる神様であることを感謝します。アーメン。皆さんは、この連休ですね、海外旅行できた方いらっしゃいますか？手を挙げてください。おー、いたんです。よかったですね。金持ちがいない教会かなと一瞬思ったんですけど、やっぱりいたんです。よかったです。はい。で、自分の家以外のところにね、あの自分あの東京以外のところに、この連休の時に出かけることができたっていう方いらっしゃいますか？わー、大勢大勢いらっしゃるんですね。わー、すごいです。ちょっと1分間だけですね、あの隣周りの方々と何をしたのか、どこ行ったのか、どのような祝福を受けたのか、ね、温泉に行ったかどうか、どうぞ分かっちゃってください。はい。はい。いや、本当に感謝ですね。やっぱり休みは素晴らしい恵みであります。ある意味ではそれは国から、与えられる恵みでありますね。私たちは国をも感謝して、政府リーダーたちのためにも、いつもいつも祈って知恵が与えられるように良い正しい、決断をすることができるように、国を正しい方向に導けるように私たち覚えて祈っていきたいと思います。はい、はい、それでは、ここで捧げ物の時を持ちたいと思います。新しい方々はどうぞご自由にして大丈夫です。一曲賛美をしながら主の御前で捧げ物しましょう。感謝です。いつも主の祝福が私と共におられます。さっそく参りましょう。主の慰めがシオンを覆い、すべての廃墟を覆い、サナロを満たし砂漠潤す、主の園のようにされる。楽しみ喜び、楽しみ喜び、感謝歌声絶え間なく満ちあふれ、御霊に触れられ新しくされる。主イエスの御名に永遠に永遠。楽しみ楽しみ喜び、感謝歌声絶え間なく満ちあふれ、御霊に触れられ新しくされる。主イエスの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 皆に永遠に。します。ハレルヤ。神様、もう心から私たち今の捧げ物を毎週と同じように
思い切ってしました。ハレルヤ、私たちの愛が感謝がその捧げ物に含まれています。神様がそれを見て本当に喜んで、受け取ってくださることありがとうございます。どうぞこの献金を豊かに、用いて、もう本当に魂が救われるように、もう福音が人々に届くように、もう教会が立て上げられていくように、海外においても国内においても宣教がなされてきますように用いてください。そして捧げる喜びをますますしよう、私たちの中に増し加え、本当に捧げるならばどんなにそれが自分自身にまた祝福が戻ってくるかということを本当に私たち一人一人が体験できますように、どうぞ、捧げられた方々を祝福ください。ハレルヤ、イエス様の御名によって祈ります。アーメン、アーメン。はい、感謝します。ここでアナウンスをさせていただきたいと思います。週報にも書いてありますが、先週、召された方々もおられます。直接にこの第二礼拝とはつながってないんですけども、第三礼拝の、方々の、ご両親などが召されているので、その家族を覚えて祈っていきたいと思います。また今日の午後、続けてトレーナーズ伝道法の学びが、予定されてますので、どうぞ、もう本当に大勢たくさんの方々がこの伝道を学んでいるんですけども、本当に素晴らしいですね。どうぞ今からでも遅くないので、途中から加わっても大丈夫です。ウクレレ教室も今日もあります。それからリーダー会は今週の土曜日、10時から持たれますので、リーダーの方々よろしくお願いします。そして教会 総会は、5月22日の予定になってますので、どうか資料などを全部、準備できるように、また総会が素晴らしい励ましと祝福となりますように覚えて備えていきたいと思います。それでは、今日は母の日の特別プログラムが予定されているので、はい、それでは、まず中島お父さんではなくて息子さんの誠君に司会をお願いしたいと思います。拍手を持ってどうぞ皆さん迎えてください。感謝です。こんにちは。すごい登場のしにくい名前でしたけれども、はい、今日はですね、はい、母の日ということで、普段この第二礼拝の時間に別館の方でやっている中高生会と教会学校のみんなから、感謝を込めて感謝の賛歌という賛美を共に一曲捧げたいと思います。バンドをするのが中高生会のみんなで、ダンスをするのが教会学校の皆さん。お願いいたします。全地よ、主に向かって喜びの声あげよう。ハレルヤ、喜び歌いつつ見舞いに来たれ。しれしこそ、しれしこそ神、我らを作られた我らは
ハレルヤ、いやー可愛かったですね。おーまあ本当に、しかも中高生会がバンドを組んですごかったですね。素晴らしかったです。私はもう一瞬母親になりたいなと思ったんです。いやーいやー、その賛美、その励ましを本当に受けられる、お母さんたちですね、本当に良かったと思います。しかしながら、何かもしかしたらプレゼントが用意されているかも分かりませんので、深津兄弟に、ね、そのことを司会していただきたいと思います。また、お花リトリートの、その報告、などの、司会もお願いしたいと思います。どうやってそれをするかですね。はい、はい、感謝します。今言われたように今日は母の日ですね。プレゼントがあります。お母さんの、皆様と、あと既婚者の奥様方、どうぞその場でお立ちください。子供たちからですねプレゼントがありますので、どうぞ子供たち、今立つお母さん方たちにプレゼントを渡してください。どうぞ皆さん立ち上がってください。はい、おめでとうございます。受け取りましたでしょうか。こっちの方も、はい、本当におめでとうございます。はい、ではですね、あと お花リトリート、5月3日から5日にかけて、お花リトリートに私たち新社の教会からですね、向かいました。場所は西湖の方にあるんですけども、そこのクワルビというそのホテルで、会場を貸し切ってですね、みんなで行いました。マイクロバス1台でですね、29人のマイクロバス1台で、みんなで一緒に向かうことができました。本当に皆さん命知らずというかですね、私の運転で行きました。本当に事故もなくてですね、ここまで帰ってこられる、本当に一緒に感謝します。でも本当にこのお花リトリート、すべては
もう素晴らしかったです。もう賛美も素晴らしかったです。またいろんな奉仕、それも素晴らしかったです。でも何よりもやっぱり素晴らしかったのはですね、ウェイン先生のそのメッセージですね。そのウェイン先生のメッセージ、もう何が語られたかというとですね、4つの根っこを例えてウェイン先生は語ってくださいました。この大きな木、それを想像してみてください。そこに4つの根っこがあるんですね。これはすごく大事な根っこなんです。これが実を結ぶための大事な根っこなんですけども、もしこれをこうカット切ってしまったらですね、その根は腐ってしまって、その木は倒れてしまうんですね。なので私たちはこの4つの大事な根っこ、これを持つ必要があると、そういうメッセージを語ってくださいました。その4つの根っことは何か。まず1つ、それは全てのごめんなさい、失われた魂を取り戻す、その情熱を失わないということです。私たちはですね、キリスト教的なことにすごいこう目を奪われてしまってですね、どうしてもその失われた魂、そのようにこう忘れてしまってですね、違う方向へと向いてしまうんですね。だけどそれを行ってしまうと全てを失ってしまう、そういうことを言われました。そして2つ目の大事な根っこです。それは全てのことを御言葉につなげるということです。そして3本目の根っこ、それは全てのことを賜物と夢につなげるということです。そして4つ目の根っこ、これがですね、全てのことをですね、自分の心につなげるということでした。私たちはですね、やっぱりその心をなく、どうしてもこのいろんなところに仕えたり奉仕をする、まあ、そういったことが、どうしても教会生活に出てきてしまう。そういうふうになってしまうとですね、心がない状態で、奉仕とかをしたらですね、何の意味もないんですね。ですから私たちはその心を、心から自分の行動に移す、まあ、そういうふうに心をこうつなげるですね、全てのことを行動を心につなげる、まあ、それがとても大事だと。でやっぱりここでですね、私たちもしその自分のその魂、心がなかったとしたら、もう一度神様にその心を燃やしてもらう必要があるんだと、そういうような、すごく私にとってもですね、もう教会にとっても、すべての教会にとってもすごく大切なメッセージを語ってくださったことを本当に感謝いたします。もうこういうようなですね、素晴らしいメッセージもありました。もうすべてが素晴らしかったです。また来年もありますからですね、もしよかったら皆さん命預けてもらえるんでしたらぜひ行きましょう。で今日ムービーを作りましたので、ちょっとその報告、皆さんで見ていただきたいと思います。4分ぐらいのムービーです。どうぞ、ご覧ください。音出ますか？音があるんですけども、ちょっと調子が悪いですかね。もう一度ちょっと流してみますね。はい、調子悪いですかね。じゃあ後ほど見ていただきましょうか。はい、そうですね。じゃあちょっとこれを調整してもらっている間に、人の証しをしてくださる方を紹介します。ウエッチ、よろしくお願いします。一緒に、お花リトリートに行った姉妹です。よろしくお願いします。ハレルヤ、皆さん感謝します。感謝します。西湖っていう山梨県にある湖のそばにある
クルワビーというホテルで3、4、5と集会をに参加させていただきました。最高最高です。ハレルヤそうなんですよ、最高でした。ウェイン先生、皆さん会ったことある方いらっしゃいますか？はい、もうピッカピカの笑顔は最高でした。もう本当になんて言うんですかね、癒されます。皆さん笑顔大事です。もう笑顔もうキラーンっていう笑顔にもう本当に私たちは心を打たれ素晴らしかったです。で、一応450人集まりました。25の教会が集まって本当に大きい大会になりました。で、そのクルアビっていうホテルがすごいんですよ。450人貸し切りで、なんていうんですかね、社員寮みたいな、青年の家みたいな、そんな感じで、温泉もあるんですが、お部屋の中にシャワールーム、ユニットバスとかがあるんですよ。だから皆さんが自由に過ごせるというような場所でした。それからそのサイコという湖で洗礼を受けた、今度映像が出ると思うんですけど、洗礼を受けた方もいらっしゃいました。2人受けられたんですけど、でもう一つ感動したのが、若い方々もたくさん来られているんですけれども、ある若い姉妹が内住のイエス・キリストが分かったって言ったんですよ。分かります？内住のキリスト、私たちの内側にイエス様が住んでおられるって私たちよく聞きますけど、よく分からない。でもウェイン先生を見ていて、メッセージを聞いていて、本当にその内住のキリストっていうのが分かりましたって言って、私に話してくれたんですけど、本当に嬉しかったですし、なんか自然体で神様を明かししていくっていいなって思いました。で、何よりも感謝をしたいのが、その命預けた深津さんとか、通訳を本当にしてくださったコデイラ先生、ウェイン先生との絶妙なやり取り、本当に素晴らしかったです。感謝します。で、渋滞にかからないように配慮してくださって、行きも帰りも、スムーズにマイクロバスで行くことができました。だいたいシャロームからは25人行きました。で、ニューホープハワイからもたくさんの方が来られて、映像にも出ますけれども、フラーをしてくださったり、サインダンスをしてくださったり、それで住谷先生とか、ご存知の方はご存知ですけど、飯塚先生とか、その教会の皆さんの賛美タイムもあって、その450人を導いてくれました。やっぱりシャロームの賛美って本当に素晴らしくて、こう流れる愛があふれる、そういう賛美でした。それはやはり稲久先生が遠く10年前に日本にこう来て、それを持ってきていただいて、シャロームの中で育って、その賛美礼拝というものを私たちが本当にできる、そのことを脈々とこの受け継がれていっているんだなっていうふうに、また改めて感じる時となりました。本当にそのウェイン先生がやはり最後に言われたのが、その心に愛の炎を持ちましょうって言って、その燃え続けさせましょうって言われました。で、本当に消さないでいきたいなって思いました。で、すいませんね、なんか準備が整ったらやめようと思っているんですけど、で大丈夫ですか？もう一つだけあまりにもたくさん言いたいことがあふれてしまうんですけど、5年目なんですね、お花リトリートが。で、私初めて参加しました。ぜひまた皆さん来年もあると思うので、ぜひ参加してください。感謝します。ありがとうございました。はい、感謝します。映像の方が戻ったみたいなので、ちょっと皆さんで一緒に見ていきたいと思います。照明お願いします。
はい、もう一度最初からいきます。すみません。照明全部落としちゃってください。How can I keep away from returning to the sea when I try?Says it's not for me. Pretty lake, fragrance rare, a lovely flower in your hair. Even these they quickly fade and slip away. What's your name again? I'll look it up. もう一回名前を教えてください。調べてみましょう。He said, タオサタラカ。サタラカタロですと言うんです。Saint Peter says, now I recognize you. あの時計かというんです。We have your clock in the office. もうオフィスにちゃんとかかってるんですよ。We've been using it as a fan. オフィスの中で扇風機代わりに使ってます。はい、感謝します。本当にもう全てが素晴らしい時となりました。本当にぜひ、来年皆さん一緒に行きたいと思います。大型免許を持っている人はですね、1人2人増えそうなので、台数も増えると思いますので、台数も関係なしに皆さん一緒に行きましょう。はい、じゃあ今日早速今日のメッセージに、このまま入らせていただきたいと思います。今日は何の日でした？はい、そうです。私の誕生日です。嘘です。母の日です。お母さんたちおめでとうございます。いつもありがとうございます。奥さんたちいつもありがとうございます。本当に感謝します。
私たちはですね、やっぱりみんなお母さんから生まれてきたわけですよね。お母さんから生まれてきて、この世に生を受けて、まあ、そのことをですね、私は神様に感謝しなければいけないと思うんですね。で、この教会っていうのにはですね、やっぱり信仰の母っていうものが、そういう人が、いると思います。まあ、そういうような人にここまで導いてもらって、また信仰を育ててもらっている。まあ、もしその信仰の母っていうのがですね、いなかったとしても、皆さん安心してください。実はこの教会自体が信仰の母なんですね。ですので、ここで皆さん信仰をこう育てていくことができる、まあ、そのことは本当に感謝のことです。まあ、それをですね、神様に感謝して、神様に礼拝をしていきたいと思います。で、一言お祈りさせていただきます。ハレルヤ、する天のお父様、今日も素晴らしい一日を用意してくださっていることを感謝いたします。今日のこの母の日、本当に私たちはいつも、なかなか言えないですけども、お母さんに、また奥さんに、本当にありがとうと言える、そのような時をあなたが作ってくださったことを感謝いたします。今日あなたのことだけを見上げていきます。どうぞ私たちの心をどうぞあなたが捉えてくださり、一人一人が聖霊様、あなたの働きによって、全て聞き取ることができますように、分かりやすく聞き取らせてください。すべてをあなたにお委ねします。感謝して愛するイエスのお名前によってお祈りします。アーメン。ありがとうございます。私はですね、来月で、結婚して8年目になるんですね。もう早いもんで、あれから8年になるんですね。まあ、そういう中でですね、夫婦の中で会話をして、まあ、一緒に行動してですね、生活していく中で本当につくづく思うのはですね、男性っていうのは本当に妻がいないと何もできないんだなっていうことが、よく思います。それは気づかされるところですね。本当アメンですね。またうち娘なんですけども、まあ、娘だからか分かんないですけど、まあ、ゆみちゃんは帰りが遅くてですね、私がまあ、娘の面倒を見てるわけですけども、そんな中で、時々ママママってこう泣いてですね、ママをこう呼ぶ時があるんですね。で、まあ、そういう時に、あ、やっぱり父親なくて、母親がいいんだなっていうふうに思うこともあります。あと、まあ、食事なんかも、ゆめちゃん遅いですから私が作るんですけども、なるべく、まあ、娘が食べたいもの、それをこう選んでこう作るんですね。作るんですけど、ゆみちゃんが作る時はもうすごい食べるんですよ。私が作るとですね、なんかこう食が進まないと、なんでかなと思って、やっぱりまあそういうのをこう見てるとですね、あ、妻っていうのは本当に素晴らしいな、お母さんの偉大さ、妻の偉大さをですね、本当に感謝したいと思います。まあ、そんな妻をですね、大事にしないと怖いことが起きますよということをですね実はこのお花リトリートでウェイン先生がですね、例え話をしてくれたんですね。あるご主人がこう新聞を読んでるんです。で、新聞読んでるとですね、奥さんが後ろから来て、ハエ叩き、あれを持って顔をバチンって叩くんですね。で、そのご主人は、痛い、何だよみたいなことを言うんですけども、その奥さんが、あなたのポケットからメリーアンっていう風な名前が書いてあるメモが出てきたのよって言うわけです。で、まあ、そのご主人はですね、じゃあそれは馬の名前だよって言うんです。昨日競馬に行ってメリーアンっていう馬がいたから、その名前を覚えたくてメモに書いてポケットに入れたんだよって言ったんです。で、奥さんは、ああそうだったの、知らなかった、ごめんなさいって言ってキッチンに戻っていったんですね。そして翌日、まあ、その旦那さん毎朝新聞を読んでるらしいんですけども、また新聞を読んでました。そしたらですね、奥さんが今度はアイロンを持ってですね、旦那さんのところに来て頭をゴツーンってやったんですね。そしたらもう旦那さんも崩れ落ちて、で、こう立ち上がった時に、今のは何なんだって言ったら、奥さんが言ったんです。あなたの馬から今電話がかかってきたよ。いや、本当にこれを聞いてですね、あ、本当に怒らせたら怖いなっていう、まあ、そういうような話をしてくださいました。まあ、本当に楽しいお花リトリートだったんですけども、まあ、結局はですね、まあ、結局というか、まあ、この例え話で結局っていうのなんですけども、男性っていうのはですね、やっぱりこう損をするところがあるんですよね。まあ、女性というのはですね、もともと献身的で、で、子供とか夫のためにですね、まあ、その自らをこう支えてくれるんですよね。まあ、それに私たち旦那がこう報わないとやっぱり面白くないですよね、奥さんの方は。ですから、それを私たちはもうちゃんと
奥さんにありがとうっていう、まあ、その一言を言う義務があると思うんですね。本当にそれを感謝していきたいと思います。まあ、もし奥さんが夫とこう話すことはしなくてもう無視するようになってしまうと、もう家庭っていうのは成り立たないですよね。私友達と、男性の友達ですね、男性の友達とちょっとこう話してるとき、やっぱり奥さんの話っていうのはこう出てくるわけですよ。でこの前言ってた友達はですね、もうすごくこう仕事で疲れると、で仕事は疲れてもう家に帰って休みたいんだけど、家に帰ると奥さんがあれはダメこれはダメ、もう何これはっていう感じで、もうすごくこう文句を言ってくる。でもうそうするともうこっちもだんだんイライラしてくるんだよって、全然家帰っても休めないっていうわけです。でも私は思うんですね、それはその言ってくれてるっていうのはやっぱり旦那さんを心配してるからですよね。もうすごくこう嫌ってもう憎んでたらですね、そんなことも言わないと思うんです。うちもそうですよ、うちも言われます。うちの場合ですと、まあ、ご飯食べてるとですね、あれちょっと炭水化物多いんじゃないとかあれまたアイス食べてる、さっきも食べてなかったって、まあ、ちょっとこうチクリチクリくるんですけど、でもやっぱりそれっていうのは私の体を心配してくれてるからそういうことを言ってくれるわけですよね。まあ、本当にそういうことを言ってくれなくなったとき、まあ、奥さんは、うん、そういうときはもう何も言わないと思います。どうぞ勝手に食べてください、勝手に太ればみたいな感じでもう何も言ってくれないと思うんですね。でもやっぱり成人病にならないようにして健康に生活していけるように、まあ、そういうふうに思って妻はですねそういうことを言ってくれると思うんです。まあ、本当にありがたいですよね。でも子供にもそうですよね、やっぱりお菓子を食べ過ぎないように、ジュースを飲み過ぎないように、まあ、なるべくそういうことをお母さんは子供に、まあ、言うんですけども、やっぱりそれも健康に育ってほしいからですよね。で特に小さい子供っていうのはどうでしょう、皆さん覚えもあると思うんですけども、小学校の時って結構この体の容姿を見てその人を判断したりとか、足の速さでその人はかっこいいとか、まあ、そういうふうにこう感じたことがあると思うんですね。でやっぱりそんぐらい小さい子供がもし太ってしまって、みんなができるような運動ができなかったらやっぱりかわいそうですよね。でそれによって何かその子が言われてしまったら、あ、なんか自分はいじめられてるんじゃないだろうか、ね、そういうふうに思ってしまうこともあるんじゃないでしょうか。だから私たちは、まあ、そういうふうになったらかわいそうだから注意するわけです。でやっぱりそこにはですね、愛があるから言うわけなんですよね。愛がなかったら言ってくれません。言ってもらえるうちがやっぱり花だと思うんですよね。母の愛、妻の愛、本当にこれは偉大だと思います。で、今回聖書の中にもですね、お母さん、まあ、たくさん出てくるんですけども、その中でも今日はヨケベデを見てみたいと思いますね。ヨケベデは皆さんご存知ですか？モーセのお母さんですね。それをちょっと御言葉をですね一緒に読みたいと思います。出エジプト記の2章1から3節です。出エジプト記2章1から3節、これを一緒にお読みしましょう。3、はい。さてレビの家の一人の人がレビの娘をめとった。女は身ごもって男の子を産んだが、その可愛いのを見て3ヶ月の間その子を隠しておいた。しかしもう隠しきれなくなったので、パピルス製のカゴを手に入れ、それに歴青と樹脂とを塗ってその子を中に入れ、ナイルの岸の足の茂みの中に置いた。アメン。エジプトの王が新しくなったんですね。エジプトの王が新しくなって生まれた男の子は皆ナイルに投げ込まなければいけないという、まあ、そういう最悪な政策を出したわけです。まあ、この自分の赤ちゃんをですねカゴに入れて水の上に送り出すという、その時のお母さんのその気持ちといったらですね、もう何て言いましょうね、もう何とも言えないような、もう本当にひどい状態ですよね。まあ、ここ2節に書いてありますけども、その可愛いのを見てとあります。可愛いんですよ、
もうやっぱり自分の子ですからね、すごく可愛いんです。ペットとか飼っててもペットも可愛いです。ペットも可愛いんですけども、また人の友達の子供もう本当に可愛いです。可愛いんですけど、やっぱり自分の子供っていうのはその可愛さが全然違うんですよね。私も父親になってですね、思いましたけど、まあ、その娘ができるまで本当に友達の子供と一緒に遊んでですね、可愛いな可愛いなって言ってずっと遊んでました。でその子も自分の子供のようにこう遊んだりしてですねやってたんですけども、本当に自分は子供が好きなんだなってその時は思ってました。でも実際に自分にできた時にですね、もう全く違うんですよね、可愛さが。この辺がですね、何とも言えない、もう言葉に言い表せないぐらいもう可愛くてしょうがないんですよ。ヘブル人への手紙、11章23節にはですねこのように書いてますね。信仰によってモーセは生まれてから両親によって3ヶ月の間隠されていました。彼らはその子の美しいのを見たからです。彼らは王の命令をも恐れませんでした。ここにはですね、美しいと書いてあります。それはどのぐらい美しいのか、王のその命令をも恐れないぐらい美しいということです。王の命令を恐れないというのはどういうことですか。それはもう殺されてもいいということですよね。王の命令に逆らえばやっぱりそこには死が待っていると思うんです。自分の命よりも我が子の命の方が大事だと、まあ、守りたい、そのくらい可愛くて美しいんですね。それはなぜか、それは神様がそのように作ってくださったんです。私たち親が子供をそういうふうに見えるように、子供を大事にするように、そうやって神様が私たちを作ってくれたんですね。第一ヨハネの4章18節ここにはですね、全き愛は恐れを締め出すと、そういうふうに言っています。彼らはですね、愛のゆえに王の命令をも恐れなかったんです。ヨケベではですね、水に浮かべたその籠からもう目が離せなかったと思います。本当だったらね、この赤ちゃんをもう抱いて、もう胸に抱いてですね、そして自分の母乳で育てて、この子どもの行く末どのようにして成長していくのか、それをやっぱり見たいと思うんですよね。でもそういう気持ちで赤ちゃんを水の上に置いて見送ったんだと思います。この行動はですね、子供を放棄するっていうこととはもう全く違うんですね。他の多くの親はパロの命令だからやっぱりナイルに流さないといけない、まあ、そう言って子供を流しました。また他の親とかはですね、まあ、そういった家庭を見て、じゃあうちも子供をそこに流さないといけない、もうそこに投げ込まないといけない、まあ、そう思ってもうこう投げ捨ててしまうわけです。でそういう初めから諦めていたのに対して、このヨケベではですね、信仰によって思いを尽くして力を尽くしてですね、なんとかこの子を守りたい、そう思ってずっと隠していたんです。それでももうどうにもダメだ、このままでは本当に殺されてしまうということで仕方なく水の上に浮かべたんですね。神様はですね、そのお母さんの祈りを聞かれたんです。その子をですね、まあ、そのナイルには獣もいっぱいいたでしょう。その獣から守って、そして水に沈めることもなく、そしてパロのその娘のところへと導いたわけですね。そしてその子をですね、今度は合法的に乳を飲ませるためにそのヨケベデを使わして、そして育てる、そういうことをさせてくださったんです。そしてさらにその報酬をももらえるようにしてくださったんですね。本当にこれは素晴らしいと思います。神様がお母さんを通して赤ちゃんを生まれさせ、そしてその命を守られたんです。この赤ちゃんは後にモーセとなります。モーセは指導者となりますよね。指導者となってイスラエルの民をその苦難 の, そのエジプトから逃げ出させたわけですね。そのような働き、
をするそのモーセだから神様はその命を守られたわけです。これはですね、今を生きる私たちも同じなんです。お母さんがいたから私たちが生まれてこのように大きく育ったわけです。まあ僕は横の方に大きく育ちましたけどここに大きく育つことができたんですね。でお母さんが自分の子を思うその愛っていうのは本当に大きいと思うんですね。やはり父親が思うその愛情とはやっぱり違うと、大きさが違うと思います。やっぱり母親っていうのはこの体内お腹の中で子供を育て、そして苦しんでその子を産むわけです。そしてその祈りの中でその子が守られて信仰によって育てていくわけですね。先日私の父が誕生日を迎えましてですね、で、まあ、その誕生日までに、まあ、父親に何かこうプレゼントをしたいなとそういうふうに思っていました。でも何かあげようとしても毎年ですね、なんかあまりこう喜ばない感じなんですね。まあ、そういうものとかは、まあ、あまりこういらないっていうそういうタイプなのかもしれないですね。だから私はずっと何をあげようか、まあ、そういうふうにこう迷ってたんです。で、ある日ですね、実家に行ったところ父親が家の中を整理してたんです。で、その中であるものが出てきました。それが映写機で映す8ミリって昔ありましたよね。映像が出るその8ミリですね、映写機で映すやつです。でその8ミリのフィルムが約200本ぐらいですかね出てきたんですね。でもうちにはもう映写機がないんですよ。だからもう見ることはできない。だからお前ちょっとこれ持って帰って向こうで捨ててくれないかなとそういうふうに頼まれました。でまあ私もあいいよじゃあこれ持って帰るね、でゴミの時に捨てるよ。でもこれ何が映ってるのって聞いたんです。でまあ父親はですね昔から、まあ、そういう8ミリを撮ったりまた旅行をしたりあとカメラで写真を撮ったり、まあ、そういうのがすごく大好きで、まあ、よく家族でも旅行には行ってたんです。まあ、小さい頃ですね横に行ってました。でやっぱりその時の父親の思い出っていうとやっぱりこうやって8ミリを回してたり私たちをカメラで写真を撮ったり、まあ、そういうような思い出があります。まあ、その旅行の記録が、まあ、ほとんどだよっていうふうに言ってました。ああ分かったっつってで家に持って帰ったんですね。で、まあ、いざ捨てようと思ってもですね、なんかちょっとこうなかなか捨てるのにこう勇気がいたんですね。というのはですね、まあ、そういうふうに旅行の8ミリと言っててもどういうものだろう、まあ、自分が何歳ぐらいの時のやつだろうとなんかだんだんそういう興味がこう湧いてきたんです。でこれ見たいなと思ったんです。でも映写機はねどうしようかと思ったんですね。そしたらある業者を思い出しました。そういう8ミリとかをですね変換して DVD とかに焼いてもらってで今の現代のその DVD ドライバーとかそれで見れるそういうサービスがあるんですね。だからそうだこれに出してでちょっと見ようかと。でもしあれだったらこれを DVD にして父親にプレゼントとして渡そうかなと。おなんか一石二鳥だななんかそういうちょっとこう悪知恵じゃないですけどもね、まあ、そういうのがこう働いてすぐ私はその業者に、業者行く前にですね、まあ、父親にちょっと一回持ってったんです。お父さんもしねこれこんないっぱいあるけどもこの中で見たいとしたらどれ見たいどういうものがあるって言ったら、まあ、5本ぐらいお父さん選んだんですね。大きなリールのやつとかちっちゃなリールのやつがあるんです、まあ、それを5本取ってでこれ何が映ってるのって言ったらこれは四国に行った時の8ミリだよって言うんです。ああ四国分かったって言ってで僕は持って帰ってその業者に出しました。で大体3週間ぐらいですかね。で3週間ぐらい経って DVD となって家に届いたわけです。でその DVD を持って実家に行きました。でお父さん誕生日おめでとうって言ってその DVD を渡しました。なんだこれはって言って見れるのかつってもうすごい喜んでくれたんですね。でももっと喜んだのがですね母親だったんです。もう母親もすぐテーブルをかたしてですねお茶の用意をしてじゃあみんな座って見ますよみたいな感じでもう早く見ましょうって感じだったんです。もうまるで昭和の時代にテレビが我が家に来たみたいなああいうような状態ですね。でもみんなテーブルを囲んでもうこう再生をしたんです。
そしたらですね、映ってました、私の5歳の時ちょうどのぞみのちょっと大きいぐらいですかね、その私と若い、両親、それから3歳上の、お兄ちゃんと、あとおじいちゃんおばあちゃんも映ってましたね。で、まあ、それを見ながらですね、ああこの時はああだった、あの時はああだったって、もうみんなこういろんなことを言って、もうすごくこういい雰囲気で、もうみんな楽しんで、本当に心やるかくなって、この時本当に楽しかったねっていう感じだったんです。で、私はああこれ DVD にしてよかったなと思ったんですね。でもそのまあみんながそうやって喜ぶ顔も良かったんですけども、私は何が良かったかっていうと、そこに映っている母親だったんですね。母親がですね、まあ、私を見る目がもう本当に尊いものを見るような、まあ、そういう目で、まあ、見てくれてるわけです。そしてもう尊いものをこう触るような感じで触ってるんですね。で、尊いものにこう語りかけるように本当に優しそうにこう語ってくれてるわけです。で、もう思春期超えてですね、物心ついた頃にはもう母親ってのはやっぱり男の子にとってはもう邪魔みたいな、そういうような感じだと、まあ、そういう時代があるんですけども、まあ、そういうような時代を通ってですね、ずっとそのまま来たんですけども、ああ自分はこうやって愛されて育てられてたんだ、それをですねこう見た時に、ああすごくこれ良かったなと思ったんです。で、いざ、まあ、もちろんお父さんお母さんもですね、自分のことを育てるとき本当にいろんなことがあって、まあ、可愛かった、そういうことを、思ったこともあると思うんですけども、自分が親になって、でその映ってるお父さんお母さんが自分ぐらいの年なわけですね。あ、そのとき自分が望みを見ている状態でお父さんお母さんは自分のことをそうやって見てくれてたんだ、それを思うとですね、うわ、なんて自分は愛されて育ったんだろうって、まあ、そういうふうに感じたわけです。で、数日経ってですね、父親から電話がありました。で、何の電話かっていうと、あ、この前 DVD ありがとうなっていうことを、まあ、電話でくれたんですね。あ、いよいよおめでとうって言ったら、でもな、あの DVD お母さんあれかも何回も何回も見てんだよって。いや本当にね、お母さんがすごい一番喜んでるよと、ね、で本当にもう母親もですね、さぞかしもう今のようなこんな自分じゃなくてですね、純真無垢な自分をですねこう見て、あ、本当に可愛かった、あ、本当にこう子育てしてたんだって、そういうふうにこう懐かしがりながらですね見てるんだろうなというふうに思いました。まあ、こういうふうに母の愛が強いようにですね、神様も私たちのことを同じように愛してくださってるんですね。それ以上の愛で私たちを愛してくださったんです。神様の愛はもう本当にその深さも広さも高さも私たちは計り知れないです。十字架の上でですね、死なれる御子を自ら世に遣わす、もうその愛の深さ、私たちには本当に到底こう分かる由もないですね。自分が子供のために死ぬよりも自分の子を人のために与えるっていう、これはもう本当にそれ以上の愛がそこにあるんだと思います。神は実にその一人子をお与えになったことによう愛された。この御言葉の深さ、これはもう誰が知ることができるでしょうか。私たちにはですね、神様の愛の高さ、深さ、広さ、わからないんです。そのような大きな愛で神様は私たちのことを愛してくださっているということを感謝しましょう。お母さんはですね、お母さんを私たちに与えてくださったのは神様です。そしてヨケベデのようにですね、お母さんは私たちの命を守って、そして育ててくれたんですね。神様は私たちに最もふさわしいお母さんとしてその人を私たちに与えてくださったんです。私たちの命が守られ大きく育ったのは本当にそのお母さんを使わせてくださった神様であるということを感謝します。ですから私たちはお母さんを敬いましょう、ね、私たちはそのようなお母さんをですね
敬って敬意を払っていかないといけないと思います。もうそのように私たちを愛してくれてるんですから、私たちも主の愛を持ってですね、お母さんのことを愛しましょう。私の職場の看護師にですね、実はこの母の日になる前にちょっと質問したんですね。今度母の日だけど何か予定してるのとか聞いたんですけど、別にないですねって言うんですね。あ、そう、じゃあ何か別にプレゼントとかそういうのはあげないんだって、別に考えてないですね。じゃあもうそのお母さんだけどさ、なんかこう小さい頃いい思い出とか悪い思い出とか、なんかこう心に残ってることってあるってちょっと聞いたんですね。そしたら、いや別にないけどって、こうしばらく考えて、なんかこう思い出したように、あ、そういえばですね、あるといえばあるんですけど、なんか自分が中学2年か3年ぐらいの時だったそうです。あのお母さんとその子はすごく、まあ、仲が悪いってことではないですけど、すごくまあ仲のいい方だったんですね。で、そうやってまあ友達同士みたいな感じでずっとこう一緒にいたらしいんです。ですけども、やっぱりその中学2年3年っていうと、やっぱりさっきも言ったようにちょっとこう思春期過ぎてですね、ちょっと口うるさく感じるような、まあ、そういうような時期ですよね。そしてある日、あの家族でまあテーブルを囲んで、食事をしながら話をしてたそうなんですね。でその時にお母さんが言ったある一言がですね、その子の胸にこうチクンと来たらしいんです。でその時に、まあ普段はそんなこと言わないんですけども、ちょっと言っちゃったらしいんですね。お前が言ったんだろうっていうふうになんか言っちゃったらしいんです。それであってその子は思ったらしいんです。あ、なんか悪いこと言っちゃったなって、まあちょっとこのままこの場をすぐ過ぎてもらえばいいなと思ってたんですけど、それを聞き逃さなかったのがお父さんですね。お前今なんて言ったって言って、テーブルをドーンとひっくり返して立ち上がって、もうその場でフルボッコにされたそうです。フルボッコであのボコボコにされたってことですね。もうボコボコにされたそうです。では、あ、まあそれを聞いた時にですね、いや怖いなと思いましたけども、でもその家庭はクリスチャンホームではないですね。クリスチャンホームではないけども、やっぱり母親、親を敬うっていう、そういう姿勢は あったんだなっていうふうに思いました。まあ、どの家庭でもそういうところはあるとは思うんですね。では、まあそこまでやらなくてもいいんじゃないかなとは思うんですけども、でもそのしつけっていうのはすごく大事だなと思います。出エジプト記の20章12節にもありますね。はい、皆さんで一緒に読みしましょう。3、はい。あなたの父と母を敬え。あなたの神主が与えようとしておられる地で、あなたの弱いが長くなるためである。これはですね、長寿の約束であると同時にですね、私たちが母の存在を、ただ私たちをこの世に存在させ愛するために神様が用いた本当に尊い器であるということを認めてですね、重んじるとき、私たちのこの生涯どこを切ってもその場面に私たちの神主の愛の御手があったんだということをですね、分からせるためのそういう約束の言葉なんです。私たちに命を与え、私たちを幸せにしたいと願われている神様の御心というのはですね、やっぱり放蕩息子いますよね。放蕩の限りを尽くしたその息子、それを待ってるその親のようだって感じですね。もう窓ガラスにずっと見てるわけですよね。でいつ帰ってくるか、いつ帰ってるかって待ってるわけです。でもすごい遠くの方にその自分の息子を見つけた時、自分から走り寄って抱きしめてくださる、そういうような神様が私たちの神様であることを感謝します。そのように私たちのことを愛してくださっているんです。もう愛して愛して愛し抜いてくださっているんですね。もう自分のそのプライド、まあ、お父さんって言ったらその時のお父さんはもう本当に家長すごい、もう偉いふんぞり返っているような、もうすごいこう偉い、存在です。でもそんなのも関係ない、あの子が戻ってくるのを待ってたいんだ、そういうような愛で私たちのことを愛してくださっているんです。私たちはこの愛を知ってですね、
この人生は神様がくださった素晴らしい人生なんだということを感謝しようじゃないでしょうか。私たちの神様はそのように愛に富んでおられる神様なんです。そして神様に今日感謝すると同時にですね、お母さんにも感謝しましょう。やっぱりこう面と向かってですね、ありがとうとか、まあ、そういうことを言うのは本当に恥ずかしいと思います。でもですね、そこを一歩踏み出して神様と一緒にありがとうって言ったとき、その後もしお母さんまた奥さんが救われてないんであれば、そこからイエス様の話をしてみたらどうでしょうかね。きっとイエス様はそこに一緒にいてくださって、そこに天の御国を取り放ってくださって、本当にそのお母さん奥さんがイエス様の愛を知る、その素晴らしい機会としてくださることを信じます。この世界を愛して、この宇宙を作って愛しておられるこの神様はですね、私たちのこの家庭の中心に来てくださるんです。その中心に神様を置いてイエス様のことを話すとき、お母さんまた奥さん、そのことを分かるんじゃないでしょうか。必ず聖霊様がそこにとどまってくださると信じます。聖霊様の働きがそこにあると信じます。今日私たちの家に福音が語られる時であると信じます。今日神様の御業が私たちの家の中で働かれることを信じます。神様はそれを願ってるんです。一人でも多くの魂を救ってほしい。お前の家庭全員私のところに連れてきてくれないか、そして私に抱かせてくれ、そういうふうに願ってるんです。救われないと一緒にイエス様のところに行けないです。ぜひ今日そのような機会にしてください。そのような機会を神様が与えてくださったと信じます。今日は神様の時であることを信じます。神様の時は本当に時に変わって素晴らしいので、本当にそれを信頼して神様に力をいただいて、そして神様に期待して家に帰って伝えましょう。一言お祈りします。ハレルヤ、愛する天のお父様、今日というこの母の日、私たちが日頃お母さんに敬意を払わず好き勝手に歩んでましたけども、このような機会を与えてくださり、あなたが私たちと共にいてくださって、お母さんにお礼を言う、そういうような時としてあなたが設けてくださったことを感謝します。この時をどうぞ福音を伝える時としてあなたが用いてください。どうぞ私たちに力を与え、勇気を与えてください。福音を伝え、家族みんなが天の御国へと行けるようにあなたが働いてください。どうぞ今天の窓を開き、私たちの家庭にあなたの光を降り注いでください。あなたがそこにいてくださり、あなたがそこで働いてください。今私たちを用いてくださり、あなたが語ってくださいますようにお願いいたします。私たちは本当に何も取り足りないものですけども、でもあなたが共にいてくださって、その言う勇気、それを実の親に言う勇気をあなたが私たちに与えてくださり、油を注いでくださることを信じます。どうしよう、私たちは、もしかしたら何もできないのかもしれない、そういうふうに思っているかもしれません。でも主よ、あなたは必ず私たちとそばにいてくださり、すべてを益にしてくださることを信じます。じゃあ私たちはあなたに委ねます。あなたが私たちの親であり、そして私たちを愛してくださっているから、私たちはあなたにお委ねします。あなたに期待します。私たちの家族は今日救われると信じます。どうしよう、あなたが語ってください。すべてを感謝して愛するイエスのお名前によってお祈りします。アメン。いや、ちょっと時間になってしまったので、最後1曲賛美をして第2礼拝を終わりにしたいと思います。よろしくお願いいたします。素晴らしい私たちのお母さん、また私の母である神様、あるいは私たちを迎える教会、本当に全てのことを感謝しながら主の恵みをかみしめて、
私たちは今週も1週間歩むためにこの賛美を主の前に捧げてまいりましょう。我が魂主をたたえよ、聖なる皆を褒めたたえよ。主をよくしてくださったことを何一つ忘れる。もう一度最初から。我が魂主をたたえよ、聖なる皆を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主は良い。これで第二礼拝の方を、終了します。どうぞお互いですね、祈りのパートナーを見つけていただいて祈っていただいて、またその家族に福音を伝えるその勇気、これを神様から欲しい、そういうふうに願われている方とぜひですね祈らせてください。もしそういう方いらっしゃいましたら前の方に来てください。また12時15分からトレーナーズ伝道、こちらの方であります。今日も素晴らしい伝道、その学びがあると思いますのでぜひ期待してください。そして、後ろに今日岩井兄弟、また藤沢兄弟がスナックの方を用意してくれてます。それを用いてですね、どうぞその、学びの時、またこちらの方で交わりの時も持っていただいても構いません。好きなようにですねこの場を使ってください。これで第2礼拝を終わりにします。挨拶の時を持ってください。